ラズ語は国家沿岸南東部で主にラズ人によって話されているカルトベリ語族に属する言語である。推定によるとトルコ国内のミリアットからジョージア国境にかけての地域に約2万人のボゴア社がいる。グルジア国内にも約2000人のア社が暮らす。系統的にはグルジア語と同じくカルトベリ語族に属する言語である。 グルジア国内で話されているメグレル語と非常に関係が深く、両言語をまとめて残語とし、メグレル語とラズ語をその方言、または地域変種とする言語学者もいる。また、それはソビエト時代や今日のジョージアでは公式見解とされている。しかし一般的には、メグレル語とラズ語は長年にわたる和社のコミュニティの分離と相互理解の不可能のために、 別々の言語とみなされている。ラズ人は、トルコのトラブゾンに移住している。トルコのラズ語は、シャスー、ラズ語は、その親族である、メグレル語、グルジア語、スバン語と共に、カルトベリ語族を構成している。カルトベリ祖語の最初の分裂は、紀元前2500年から2000年頃で、スバン語が、カルトベリ祖語から分岐したと推定されている。アッシリア、ウラルトゥ。 ギリシャ、ローマの文書で、歴史時代初期には、多数のカルトベリ系部族が、南西からコーカサスに移住する過程にあったことが、明らかにされている。小アジア北部の海岸と沿岸の山は、サムス2世に住む、カルトベリ人によって支配されていた。彼らの東方への移住は、トロイの崩壊によって始まったかもしれない。したがってそれは、カルトベリ人が、北東アナトリアから、 ジョージア平原へ侵入し、先に住んでいた、無関係の北西コーカサスとバイナフの人々を、コーカサス高地へと追いやったということを表す。ラズ人の最も古い集落は、聖なる港の南680スタディオン、ピティウスの北1020スタディオンに位置し、トワップサに隣り合った地域に、アッディアノスが置いた。西暦一世紀に、 キシゴイからの圧力の下で南に移動しなければ、いけなかったキースリングは、ケルケタイの一部のラゾイを見た。同じ作者は、ケルケタイを、ジョージアの部族とみなした。しかし実際には、アッディアノスの時代、ラズ人は、すでにウムの南に住んでいた。トレビゾンドの東岸沿いに住んでいた人々は、以下の通り、コールチェ・マコロンズ・ヘニオチ・サイドリティ・ラザイ、ローマの総主権を持っていた。 マリスス王の領地アプソリアボクシーサバストポリスに近いサニガエ。コルキスの古代の王国はラズゴのワシャが今日住んでいるのと同じ地域にあり、その住民はおそらく先祖代々の言語を話した。コルキスはイアーソーンとアルゴナウタイの有名なギリシャの伝説の舞台だった。今日、ほとんどのラズゴワシャはトルコ北東部の国海沿岸の地域に住んでいる。リゼ県のパザール。 アルデッセン、サンルヘム人、f n d ール、アッキーズディール地区や、アルトビン県のラカビー、ホパ・アンド・ボアスカ地区など。アナトリア北西部にも、ロト戦争以降に定住し、現在では、イスタンブールとアンカラにもコミュニティがある。ジョージア、とりわけ、アジャリアに住んでいる、ラズ人は、ほんのわずかである。ラズ人はドイツにも1960年代以降、トルコから移住した。 ラズ語の書籍、母語1928年のラズ語の新聞ラズ語は、トルコとジョージアのどちらにも公的な地位が認められて、おらず、表記体系の基準も存在しない。現在は親しく打ち解けた場での交流でのみ、使用されている。文学、ビジネス、及びその他の目的のために、ラズ語の和者は、自国の公用語を使用する。ラズ語は、 そのほとんどの和社が、ジョージアではなく、トルコに住んでいるという点で、南コーカサス地方の言語の中で、特徴的である。様々な方言の違いはわずかであるが、それらの和社は、相互理解度のレベルが低いと感じている。ラズ語には、一般的な共通語がないため、様々な方言の和社はトルコ語を使用して、互いに意思疎通を図っている。 1930年から1938年の間に、残語は、ジョージアで文化的自治を享受し、文学言語として使用されたが、正式な共通語は確立されなかった。それ以来、ほとんどの知識人が文学の言語として、それを使用しているという事実にもかかわらず、残語で共通文語を作成しようとする試みはすべて失敗している。トルコでは、 ラズ語は1984年以来トルコ語のアルファベットに基づいたアルファベットが作成されて以来書かれた言語である。それ以来、このシステムはラズに出てきた本の一握りの出版物で使われてきた。南コーカサス地方の言語のために特別に開発されたグルジア文字はラズ語の音音音にもっと適しているが、 ラテン語のアルファベットが使用されるトルコに、母語話社の大部分が住んでいるので、グルジア文字の採用は不可能だった。それにもかかわらず、1991年には、ナナネナという教科書が出版された。1999年には、ラズ語、トルコ語の最初の辞書が出版された。ラズ人が教育を受けることができる、唯一の言語は、トルコ語とグルジア語である。 事実上すべてのラズ人はトルコ語とラズ語、またはグルジア語とラズ語のバイリンガルである。ラズ人だけが住んでいる村でも、トルコ語やグルジア語で会話をするのが一般的である。トルコ語はラズ語の語彙に著しい影響を与えた。ラズ語は社自身は基本的にラズ語を口頭でのコミュニケーションの手段とみなしている。ラズ語を話す家族は非公式の状況において、 成人の間でのみ話し、他のすべての場面でトルコ語、またはグルジア語を使用する。これにより、若い世代は言語を完全に習得することに失敗し、消極的な知識しか得られない。最近では、ラズジンのフォークミュージシャン、バイロール・トポロルが、彼のアルバムヘアモとアラバニで、ある程度の国際的な成功を収めている。ラズジン。 ロックンロールミュージシャンのカスム・コユーンスは、1995年から2005年に、亡くなるまで、ラズの伝統音楽をロックンロールに編曲した。2004年に、トルコの私服党の副党首である、メフメト・ベクログルーは、彼の母国語が、ラズ語であり、ラズ語での放送を要求していることを宣伝する、通知を、トルコ国へ放送に送った。同年、 ラズ人の知識人グループが請願を発し、ラズ語放送の実施について TRT 関係者との会合を開催した。しかし、2008年現在、これらの要求は当局によって無視されている。ラズ語には5つの大きな方言がある。最後の2つは、しばしば単一のあちな方言として扱われる。異なるラズ方言の話者は、相互理解が困難で、 現地の公用語でコミュニケーションを取ることを好む。ラズ語の文字はムヘドルリ、または拡張されたトルコ語アルファベットで表記される。多くのコーカサス諸語のように、ラズ語は豊かなシーンシステムを持っているが、たった5つの母音しか持たない。名詞は文法的な機能と数を示すために、性ではなく、行収設備字を付ける。ラズ語の動詞は認証と数に応じた。 設備時のほか、時勢、層、方、及び証拠性によって活用する。空間的な方向を示すために、最大50の動詞の接頭時が使用される。認証と数の設備時は、動く一つまたは二つのものを対象とした主題に、付けられる。ジンピュラムイコール私はあなたからそれを隠します。カルトベリ語族内でのラズ語特有の特徴。 ありがとうございます。